カキディエワイトもします。年末も近づいてきて、日頃できない掃除を始めようと高圧洗浄機を使おうとしたら、なんか内部から水が漏れていて最悪です。まあそれほどね使う機会はなくて、まあ十数回程度しか使っていないのに、なんか壊れるの早くね。ということで今回はこれをバラして直していきます。これですね、水が垂れてます。ちょっと回しにくいですが、これを外して、何かなこれ、圧力弁。うん、ここにオーリングがあるので、まずはねこれを交換。この弁の故障でなければいけそうですね。やばいね、ないか。なんか本当にオーリングって難しくて、なんだかんだサイズが違くて結構合わない時が多くて、ちょっとね困りますね。全然合わないし、まあとりあえずはこれを使ってみて、はい、こんな感じ。なんか微妙ですけど、ちょっとね漏れてるかな。まあパッキンのサイズが合ってないのでそのせいかも。まあこのくらいなら OK です。一応違うやつも使ってみましたが変わらず。完全に同じサイズを使わないとダメそうなので、このまま使用します。まあ使用に関しては大丈夫そうです。はい、こんな感じで暫定ですが修理完了。
オーリングは消耗品なので、まずは確認して交換してみて、治ればラッキー。今回の動画は以上です。よろしければ高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。